テレビジョン放送と FM ラジオ放送の送信書である。徳島県域局の親局、コミュニティ FM 局の送信書が設置されている。なお、本校では以前開局されていたジャパンモバイルキャスティングの t TV の中継局についても合わせて記述する。地上デジタル放送におけるこの送信書の電波法に定める放送区域は 徳島県明在郡石井町、板野郡松重町、北島町及び藍住町の全域並びに、徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、三馬市、明東郡佐野郷地村、明在郡上山町、板野郡板野町、上板町及び、兵庫県南淡路市の各一部、約22万世帯である。 徳島県全世帯の約76%をカバーしている。県内では主に吉野川流域、県外では主に兵庫県南淡路市や和歌山県の紀水道北部沿岸地域に電波が広く届いている。これは微山送信書で使用される物理チャンネルが近隣府県で使用される親局や中継局で使われていないためである。 放送施設は、徳島市中心部にある標高276.7メートルの、ビ山山頂に位置しており、徳島平野全体を見通すことができる。山頂を挟んで南側に NHK、北側に JRT の K2 等が位置する。NHK 徳島放送局の総合テレビ、教育テレビアナデジット FM 放送が送信されている。 鉄塔は1等で、アンテナ配置は、上からデジタル総合、教育教養、アナログ総合、アナログ教育、NHKFM である。かつてアナログ総合のスーパーターンスタイルアンテナは、JRT と同じく6段であったが、デジタル化により、上部にデジタルアンテナを取り付ける都合で4段に変更された。NHKFM は、 周波数帯が近いためアナログ総合と共用が可能であるが、それぞれが独立したアンテナとして運用されている。かつては、FM 徳島と同じく2リットル総ループアンテナ一段四面であった。JRT 四国放送のテレビジョン放送、FM 保完中継局とそこに曲がりする形で、FM 徳島が送信されている。アンテナ配置はデジタル完全移行前までは、 上段が JRT アナログ、中段が FM 徳島、下段が JRT デジタルであったが、デジタル完全移行後は、上段が JRT デジタル、下段が FM 徳島である。中段には JRT の FM 補完中継局が設置された。NHK の場合、デジタル化の際は、アナログアンテナである、スーパーターンスタイルアンテナの段数を減らしその上に、 デジタルアンテナを取り付けた。一方、JRT の場合は、アナログ放送終了まで、アナログ VHF アンテナは変更せず FM、徳島のアンテナの下部に、スキュー配列による、デジタル UHF アンテナを追加して対応していたが、2011年7月24日に、アナログテレビ放送が終了したため、これまで使用していたアナログ VHF アンテナを一部、撤去し、その部分に、 デジタル UHF アンテナを設置して事実上のデジタル UHF 送信アンテナ移設となった。FM 徳島は2リットルソーループアンテナを使用している。デジタル放送アナログ放送 FM ラジオ放送、マルチメディア放送。ありがとうございます。